はい、榛名町、まあ、高崎市指定重要文化財、本郷安養寺の宝塔、高さ220センチの大きな宝塔で、大師に大英元年、1521年か、天正9年、1581年の図例化に判読できる名祖の他がある。刀身の形状は、上部のくびれがほとんどなく、全体、卵型で、上から下まで太さに大差がない。傘石は反りもなく直線的で、切り口も厚く垂直である。室町初期、あるいは鎌倉時代の様式を持つ、素朴重厚な宝鏡信仰が作った供養塔である。本庁、中世、法華経信仰、安養寺の遺跡として重要である。そうですね。まあ、ちょっとね、大英元年か天正9年かっていう、まあ、なかなか判読がしづらいんですけど、それでもね、まあ、60年ぐらいの、まあ、差しかありませんからね。大変古いものです。ここはね、危ないんですよ。危ない。この木の後ろにあるんですけどね。大きいんでね、離れないと全体がわからないんですよ。あ、もちろんね、修復の跡がありますけどね。まあ、それは仕方ないことですよね。本当に卵型だね。まあ一般的な、まあ宝塔っていうと、まあ、傘の部分と刀身の部分に、まあ、くびれ部分があるんですけど、全くありません。ああ。まあ、傘から上、装輪の部分もケストもなく、いい感じになってますね。へえ。はい、これが安養寺跡の宝塔です。こちらなんですよ。背が高いんですよ、こちらも。まあちょっと、まあズームすると明るくなるかもしれないけど、あまりならないね。まあ22やっと、まあ記念名は右肩にあって、文政10年日の問い。まあ、文政10年っていうのはね、まあ、1827年ですね。うん。祈願仏はね、まあ、如意輪観音です。まあそちらがね、まあ宝塔です。でもあれだね、背の高いものから見ると宝塔が小さく見えるね。そしてね、ここ。これね、草の種なんですよ。ここをね、分け入るとですね、まあ、スニーカーとか、ズボンとかにですね、この種がびっしりつくんですね。これね、本郷の百香神なんだそうです。意外とね、スニーカーの紐にくっつく種って、ね、取りにくいんですよ。あ、そちらは宝鏡印塔ですね。でも、装輪の部分が五輪塔のまあ、風鈴と空鈴になってます。あ、でも、小さくても、まあ、基礎の部分が二つに分かれてますから、関東型です。はい、これがね、本郷百香神。平成10年、土の絵虎、猛火、カノエサルヒ。群馬県議会議長、あ、浜田さんですね。
なるほど。まあ皆さんね、百行信っていうと、まあ、小さめの、まあ、行進塔がいっぱいあるのかなというイメージがありますけどね、まあ、こういった、まあ、大きめなもの、うん、屋根改修の日、ああ安養寺さんの屋根を改修した時の日なんですね。そして細谷中蔵王の日ですね。はい、これは、まあ、66部様ですね。日本開国、まあそのように書かれています。まあ天下太平と、享保、享保5年かな。まあちょっと虎の巻があるから享保5年見ますね。享保5年、1720年。まあ干支はね、まあ実感と干支、カノエネ。おお、いった立派ですね。そして、まあこれはまあ更新塔ですね。これも立派ですね。そしてまあ更新塔です。あ、本当だ、百行信ですね。すごい、これはどっちを通ればいいか、ちょっとすごいことになってるんですけど、はい、ここね、まあ、宝塔はね、まあ、前にも紹介したことあるんだけど、この百行信はちょっと紹介してないですね。まあ、完全網羅しなくちゃいけないんで。おー、まあ、正面金剛ですよね。あの上にね、あれが親行信ですね。ああ、立派ですね。これ、あの上登れるかな？こういった。あ、向こう側にもあります。ああ、これも大きくて立派ですよね。あ、これは更新碑ってありますね。これも碑ですね。すいませんね、ちょっとね。登らせてください。あ、これもちょっとあれかな、石だから。もうね、パターンってね、地面に伏せてある石もあるんですよ。
へえ。元府継承、我が峰村中かな。はい、安養寺跡。まあ、宝刀とともにね、まあ、百行進がね、ぐるりと取り囲んでいました。そちらにもね、まあ、立派な行進とありますけど、まあ、ここにね、まあ、寛政12年、1800年、まあ、狩野江猿年、まあ、中秋、成就なり、これね、最高行進塔なんですね。まあ、一旦、まあ、百行進はあったことはあったんだけど、また再び、まあ、寛政12年の狩野江の年に、ね、再興しましたという、まあ、そのような証の塔です、ね。こちらはね、まあ、正面金剛ですね。まあ、下の部分にはね、まあ、見ざる、聞かざる、言わざるになってるかな。まあ、ここは、まあ、踏みつけちゃうんですけどね。天の邪気か何か。まあ、弓ですよね。まあ、矢ですよね。ここは、矛ですよね。ここは、凛かな。剣。これは、何でしょうね。あ、これもあれですね。文化10年だから。水のと鳥。文化10年。よいしょ。文化10年、1813年ですね。8月吉祥日だそうです。はい。こちらが、安養寺跡です。百行進もございました。ご視聴ありがとうございました。